レッスル武当館は日本のプロレス同条件試合会場。2009年1月24日、ネオプラスアイスリボン事業部の移行により、市ヶやアイスボックスから機能を移転させる形で開設。格闘技用品メーカー、イサミが支援。同社の命名券買収で名称をイサミレッスル武当館に改称。同日、コケラ落としとしてアイスリボンの工業、アイスリボン33を開催。 通常はアイスリボンの道場として使用される一方でた団体への貸し出しや総合格闘技の開催なども考慮されている。常設されたリングは通常のものより一回り小さいサイズを使用している。映画クレイジー ISM クレイジズムの撮影にも使用されたことがある。2010年1月改装工事が行われた。2月26日アイスリボンの工業。 アイスリボン160がリニューアルした最初の興行を開催。2012年1月、イサミとの契約満了により、レッスル武等館に解消。日曜日は、アイスリボンのレフェリーであった佐藤純一が、学生プロレス出身である利点を生かし、学生プロレスと社会人プロレスの興行に貸し出している。ありがとうございます。